はい、こんにちは。日本美食のアカデミー協会の高久恵美子です。今日の動画はですね、ダイエットとか体質改善を成功させる大切な5ステップについてお届けしていきたいと思います。なかなかですね、効果が出ないとか、そもそも続かないとか、すぐにリバウンドをしてしまう。こういった話はあるあるかなって思うんですけれども、今日の内容を最初に意識をしてから、ダイエットとか体質改善をスタートしていただけると、かなり成功率が高まるはずです。結果がすごく出やすくなるはずですし、継続もしやすくなると思いますので、ぜひ最初にお時間をとって、今日の内容を、しっかりね、ノートに書き出すっていうことをしていただければ嬉しいなって思います。で、今日ね、どういった内容をやるのかなっていうところなんですけれども、主にはマインドセットの話だと思ってください。ですね、なぜそれをやるのか、なぜそれが必要なのかっていうところなんですが、私ですね、この食事を整えることで体を作る、まあ、体質改善をしていくっていうやり方を、お仕事とさせていただいて、気づいたことはですね、紛れもなく、食事9割、運動1割、この割合は絶対に確信を持って言えることなんですね。どんなに運動を頑張って結果を出したとしても、食生活をしっかり整えてあげなければ、やっぱり元通りに戻りやすいっていうのがすごく実感としてあります。なので、やっぱり食事ありきで、さらにまあブラッシュアップするために運動を取り入れていただくっていうのが、すごくいいやり方なんじゃないかなっていうふうに感じております。で、まあ、食事にしろ、運動にしろ、やっぱり健康美を保つためには、一生続けていく必要があるわけじゃないですか。ってなると、そこに何が必要になるかっていうと、マインド9割、知識1割っていうことも確信しているんですね。やっぱり、私たちに必要な知識って実はそんなに多くなくって、逆にですね、本当に自分に必要な知識を持って、これを継続するためのマインドを、持つ努力をしていった方のが、やっぱり結果が維持されやすいというふうに感じております。というわけでですね、早速大切な5ステップについてお伝えしていきたいと思います。まず一つ目が何かというと、目標を決めるということです。何かをやるためにはやっぱり明確な理想っていうものを持つことがすごく大事ですよね。でですね、この目標を決めるときに2つのことについて、まず自分の中で答えを出すっていう作業に時間を作っていただきたいです。まず1つ目が何かというと、どうなりたいのかということです。ダイエットとか体質改善を叶えた先に、どうありたいのか、どうなりたいのかっていうところですね。例えば、まあ、ダイエットなのであれば、モデル体型みたいな、薄いね、結構かっこいい体になりたいのか、もしくは、まあ、女性らしさを残したまま健康美を叶えたい、まあ、グラマラス体型みたいになりたいのかっていうところを決めると、全然やることって変わってくるわけなんですよ。わかりやすい例でよくね、受講生さんにお伝えするのが登山なんですけど、富士山に登るっていう目標と、エベレストにも登るっていう目標って全然違うんですよね、レベルが。で、富士山とエベレストに登るのであれば、やっぱり、持っていく準備する荷物も変わってくるし、それに向けた準備の期間っていうものも変わってくるし、一緒に行く仲間たちも絶対に変わってくるはずなんですよね。なので、やっぱり目標を決める、どうなりたいのかを先にセットしておくっていうことがすごく大事です。もしモデル体型になりたいのであれば、結構ですね、ストイックな、そうですね、糖質制限とか脂質制限っていうものをしていく必要があるかもしれないですし、グラマラス体型になりたいのであれば、やっぱり女性らしさを残しつつっていう形になるので、食事を抜いてしまうとグラマラス体型っていうのは難しいんですね。はい、なので、自分が理想とする姿っていうのはどういったものなのか、どうなりたいのかっていうところを決めるのが一つ。もう一つですね、目標を決めるっていうところでおすすめなのが、どんな方法がいいのかなっていうところ、二つ目ですね。どんな方法がいいのかなっていうのを決めてあげる。どうなりたいのかな？これを叶えるためにどんな方法をしていこうかなっていうことですね。例えば、食事で変えていくのか、それとも運動で変えていくのか、運動ならばジムに通うのか、それともウォーキングなどの有酸素運動をしていくのか、そして食事で変えていくのであれば、食べる方法なのか、食事制限をしていくのかっていうところで、だいぶ
選ぶ選択肢が変わってくるわけですね。またまた山登りの例になりますけれども、富士山だったら単独で登るのかツアーで登るのかっていう、富士山を登るっていう目標に対して方法が変わってくるわけです。いろんな方法があって、どっちを選んでもいいわけですね。モデル体型を目指すのであれば、どんな方法でそれを叶えていくのか、グラマラス体型を目指すのであれば、どんな方法で叶えていくのか。で、この方法を選ぶときのポイントとしては、巷にある情報で選ぶというよりかは、自分が本当に気持ちよく楽しく心地よく続けられる方法であるかどうか、ここを確認してみてください。人間、辛いこととか無理をしていることっていうのは続かないんですよね。続かない方法を最初から選んでも意味がないし、その時間がもったいないので、自分が心地よくずっと続けられる方法であるかなっていうところを、ここの時点でしっかりと見極めてあげるっていうことが大事です。この方法論を選ぶときに深く考えないとどうなるかっていうと、過去の私なんですよね。過去の私は自分の体質を変えたいっていうことで、いろんな、まあ、方法を探していたわけなんですけれども、調べれば調べるほど、こんな方法を知らなかったとか、こんなやり方があるのかっていうふうに、知ることへの喜びが興奮になるわけですよ。そうすると、知らなかったことがやっぱり正しいとか、知らなかったことの方がこう崇高な方法であるように見えてしまうんですよね。なので、当時の私はですね、菜食主義っていうものを聞いたことはあるけれども、自分ができるとは思っていなかったわけですよ。そこに簡単にできる菜食主義のやり方っていうものを知って、これまでの自分の人生にない方法だったので、これはなんかすごそうだ。そして世界のセレブたちもやっているっていうことで飛びついたわけです。でもですね、私はどんな方法が向いていたかっていうと、やっぱり食べることが大好きだったので、いろんなものを楽しんで食べるっていうことを我慢する方法を選んでしまった。結果として体はスリムになるとかいう結果は得られたものの、自分の心が満足していないからやっぱり続けられないですよね。途中でその方法っていうのはやめてしまって、またそこから模索するっていうことが起きたわけです。なので、こうならないためにも、最初から自分がずっと続けられる心地のいい気持ちのいい方法が何かなっていうところを最初の時点で決めてあげるということですね。で、この目標を決めるっていうところでポイントなのは、数字で決めない。やっぱりですね、ダイエットとなると、何ヶ月で何キロ痩せたいとかいう数字設定って大切そうに見えるんですけれども、実際はですね、女性の場合は明確な数字をカチカチに決めすぎると焦ってしまう方が多いんですよね。食事って毎日毎日理想通りの食事ができるとは限らないので、たまに友達と遊びに行ってしまった、旅行に行ってしまった、そこで、まあ、好き放題食べてしまった。で、食べることっていうのは本来喜びであるはずなのに、数字を決めることによって全てが悪のように見えてしまって、この増えたり減ったりの数字で一喜一憂して自分を責めてしまう。そうすると行動できない状況っていうのを自ら作り出してしまうことになりかねないので、あくまでも目標を決める時のどうなりたいのかなっていうのは、ワクワクするような、ウキウキするような、そんな理想を掲げてあげることをお勧めします。理想ってイコールで表現してあげると、自分が思う魅力だと思うんですよね。自分が魅力的に思うことイコール理想っていうことなので、あなたの魅力は数字では測れません。数字ではなくて、具体的に自分がワクワクする、こうありたいっていう自分像っていうものを掲げてあげてください。はい、そして5ステップの2つ目です。2つ目は現状を把握する、まあ、自分を知るっていうことですね。体重がいくつなのかな、体脂肪率がいくつなのかな、自分の今の食事の状況はどんな風になっているのかな、自分がどんなライフスタイルを送っているのかな、こういったことを自分で把握をしてあげる。1番目で理想を掲げました。そして2番目で現状を把握をしました。この間を埋めてあげるものこそが、日々自分がやってあげることになります。なので、現状として、あ、間食が多いんだなって分かったら、間食を控えてあげるっていうことが最優先事項になってくるし、あ、野菜が足りないんだなっていう方は野菜をプラスしていくことが最優先事項になってくるし、あ、結構便秘体質なんだなって思ったら、水分を多めに取ったり野菜を多めに取ったり、あ、乾燥肌なんだって気づいた方は、タンパク質をしっかり取って脂質もしっかり取ってあげるというふうに、目標も現状も全然皆さん違うはずなので、ダイエットとか体質改善をしたい方たちが全員同じ方法になるはずがないんですよ。なので、
テレビとか偉い人が言う方法があなたを変えてくれるのではなくって、あなたに必要な最適な方法っていうのは自分で見つけていくっていうことです。そして5ステップの3つ目。3つ目は自分を信じるっていうこと。自分を信じてあげる。そして自分が採用した方法を信じてあげるっていうことです。自分を信じてあげることができないと何が起こるかっていうと、自分が理想とする状態にいる人と比較をし始めるんですね。で、その人がやっていることが正しいと思い込みます。で、こうなってしまうと、もう自分が信用できないので、自分が採用した方法すら信じられなくなるので、やることがコロコロ変わってしまうんですよ。やっぱり結果を出すためには、自分がこれと決めたことをある一定期間は続けてあげなければ結果って出ませんから、情報に操作されない自分であるために自分を信じる、これがすごく大事なポイントです。やはりですね、ダイエットとか体質改善っていうのは毎日やっていくことになるので、強い精神力が必要になってきますね。もちろんですね、人間っていうのは隣の庭が青く見える性質はありますので、時に人を見て落ち込んだり、そっちの方法の方がいいんじゃないかなって迷う気持ちが生まれるのは仕方がない。だからこそ、1番目の決めた目標と2番目の現状把握から見えてきた自分を変えるために必要な最優先事項っていうものを毎日毎日見返してあげる。なので、この5ステップっていうのは、しっかりとノートとかメモ帳に書き出してあげるっていうことがすごく大事です。そして4番目。4番目が何かというと、長期目線を持つということ。もしですね、短期的に、例えば3ヶ月後にボディービルの大会があるから、3ヶ月で体を絞って、もう筋肉隆々にしなければならないっていうケースの方は、もう3ヶ月がむしゃらにきつい方法でも頑張っていただいて、全然 OK です。だけれども、長期的に自分の体を変えていきたい。そして、その変わった体を維持したいっていう方は、この長期目線を持つっていうことがすごく大事です。ついですね、0から100になることを目指してしまって、すぐに100にならないと落ち込んでしまったり、方法を変えてしまったりとしがちなんですけれども、そうではなくって、0がまず10になることがすごく大事で、10になったらこの10の状態を維持できることがすごく意味のあることだし、褒めてあげることなんですね。で、10を保つことができたら次20になっていって、20を保つことができたら次30になっていく。そして60までいったら、多少ですね、食生活とか自分がやると決めたことが乱れたとしても、0になるってことは滅多にないです。60までいって、ここでちょっとお楽しみがたくさん続いて、自分で決めたことが乱れてしまって、戻るとしたら、まあ大体50くらい。で、あ、50まで落ちちゃったなって気づいた時点で、ご自身でまたやるべきことを洗い出してあげて、継続していくとまた60に戻っていく。で、60に戻ったら、次は70の結果を作っていく。こうやって徐々に徐々に改善をしていくのが、ずっと続けられる方法ということになります。なのでですね、やっぱり0から100っていうのはかなり長期目線でいていただく必要がありますし、このためには忍耐も必要になってくる。だからマインドが大事だし、応援者は絶対にいた方がいいです。なので、今回作っていただく5ステップっていうのは、しっかりと紙に書き起こしたら、どんどん周りに公言しちゃってください。私はこういった理想があって、こうなるように今頑張ってるところなんだよ。それを伝えた相手が一緒にダイエットや体質改善をしている仲間でなくても大丈夫です。お友達だったり、家族だったり、パートナーだったりに、自分がこういうことを取り組んでいるんだっていうことを公言してあげて、それに取り組んでいる自分を応援してくれる仲間を作っていく。やっぱり一人より仲間がいる方が頑張れますから、ぜひ恥ずかしがらずに周りにどんどん公言をしてみてください。そして5つ目が、抽象的視点を持つっていうこと。ちょっとわかりづらいんですけれども、まあ物事を俯瞰してみようよっていうことなんですね。で、抽象的の反対は何かというと具体的なんですね。で、これをわかりやすいようにちょっとね、ペットで説明してみたいんですけれども、じゃあ、ある家族でペットを飼うことにしました。ペットについて抽象的に見ていくと、まず動物っていうものがあるんですね。ペットって何でもいいじゃないですか。動物だったら何でもペットって言える。じゃあ動物を飼うぞってなった時に、これをどんどん具体的にしていくわけです。じゃあ、爬虫類と哺乳類である中でどっちがいい？じゃあ哺乳類がいいな。じゃあ哺乳類の中には犬と猫がいる。犬と猫ならどっちがいい？っていうふうに具体的にしていく。じゃあ犬がいいな。
犬の中には大型犬と小型犬がいる。じゃあ大型犬がいいな。じゃあ大型犬の中にはハスキーとシェパードがいる。どの子にする？っていうふうに、抽象的な大きい事柄から具体的な小さい事柄に絞り込んでいくわけです。で、ダイエットと体質改善もこういうふうに見ていかないと、この先っちょの具体的な甘酒がいいらしいよとか、ココナッツオイルがいいらしいよとか、オートミールがいいらしいよだけで選んでしまうと、本当に自分に必要なのかなっていう視点が抜けてしまうんですね。ダイエットとか体質改善をするのであれば、まずどんな理想を持っているのか、グラマラス体型がいいのか、モデル体型がいいのか、モデル体型選ぶのであれば、どんな方法でやっていくのか、食事法なのか、運動法なのか、食事法なのであれば、制限食をかけていく方法に、しっかり食べる方法に、と具体的に分かれていきます。運動を採用するのであれば、運動も有酸素運動をするのか、筋トレをするのかっていうふうに具体的に分かれていく。なので、この先っちょにある細かい具体的な方法から選ぶのではなくって、自分がどうなりたいのかなっていうところから抽象的に考えて具体的に絞っていくっていうのが、こういう考え方が急がば回れっていう考え方になります。この抽象的視点を持たずにスタートしてしまうとですね、例えば今だとオートミールが流行ってますけれども、現状にお肌の乾燥が気になっているっていう方は、最優先事項っていうのはオートミールを一生懸命取り入れることではないんですね。そうではなくって、タンパク質と脂質を十分に体に補給してあげることが優先事項になりますので、流行っているからって言ってすぐに飛びつくのはちょっともったいないっていうことになります。はい、というわけでですね、今日はダイエットと体質改善が成功する大切な5つのステップということで、1、目標を決める。2、現状を把握する。3、自分を信じる。4、長期目線を持つ。5、抽象的視点を持つ。ということでお届けしてきました。今の時代はですね、SNS もあるし、テレビもあるしということで、情報も得やすいし、逆に情報の迷子になりやすいんですね。でも、自分がやるべき答えっていうのは、テレビで言う偉い人とか、SNS で見る綺麗な人が持っているわけではないです。すべての答えは必ず皆さん自身の中にありますので、まずは自分と対話する時間をしっかりとる。情報っていうのは惑わされるものではなくって、自分が選んでいくものだという強気な認識をぜひ持って、楽しくダイエットと体質改善をスタートしてみてください。たくさん失敗してきた私だからこそ、もっと綺麗になりたい、もっと健康になりたいと強く願う意識の高い皆さんのことを心から応援しています。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。